灰色の折り紙9枚に、赤い折り紙を7枚、小さい灰色を4枚に、小さい赤を1枚、そして小さい黄色を1枚使って折ります。まずは、折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、 今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。 この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これを開いて、この部分を開いて、内側の折り筋に合わせてこのように折り替えます。 反対側も同じように折ります。ここまで折ったら、これを灰色で8枚、赤で7枚、そして小さい灰色で4枚折っておきます。まず兜の部分から折ります。三角を立てて、中を広げて正方形につぶします。 すべての三角を同じように正方形に潰します。これを裏返してひとまずどけておきます。そして小さい赤を取り出したら四角に半分に折ります。これを開いて90度回して こちら側も四角に半分に折ります。今度はこれを三角に半分に折ります。開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。開いたらまずは下側の角を中心に向けて折ります。 これを開いて、この部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。反対側もこの折り筋に合わせて折ります。これを上下ひっくり返して、下の角をこちらも中心に向けて折ります。これを横にして、この部分の角も中心に向けて一度折ったら、 これは開いて、この部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。上下ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。中心に向けて折って、開いて、この部分をこの折り筋に合わせて折ります。さらに、この部分を、この斜めの線に合わせて折って、開いて、今ついた折り筋にこの部分を、 合わせて折ります反対側もこの部分をこの折り筋に合わせて折って開いてこの部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。ここまで折ったらこの正面に全体にのりを塗ります。 塗ったら、最初に作った正方形に、この真ん中の筋と真ん中の筋を合わせて、両側の角と角を合わせて、この位置で、貼り付けます。 次にこれを裏返して、この部分を真ん中の横線に合わせてこのように折り筋をつけます。開いて上下ひっくり返して、こちら側も同じように折り筋をつけます。これも開いたら90度回して、今度はこちら側も同じように折り筋をつけます。 開いて上下ひっくり返してこちら側も同じように折り筋をつけます開いたら一度表にしてこの部分の角を上の角を折り紙の真ん中に向けて折り返しますこれを開いてこの部分を 今ついた折り筋に合わせて折ります。反対側も同じように、真ん中の折り筋に合わせて折ったら、残りの正方形の袋は、すべてひし形に折ります。 次にこの真ん中の角を下いっぱいまでめくります一度戻して反対側も同じように下いっぱいまでめくってそれを戻します次にこの部分のひし形の片方を広げます反対側も片方を広げて この状態で裏側を指を差し込んでこのように伸ばして潰します。反対側もひし形の片方をほぐしながら後ろから伸ばして この部分を広げながら伸ばしてまっすぐつぶします。次にこの部分を角からこの線に合わせて小さく内側に折ります。反対側も同じように 小さく内側に折ります。この部分で下の角を下の角を。上に折り返します。裏返したら。下側の折り筋を全体に軽く折り直します。 そしてこのように折ったらここに角があるんですけどこの角分かりやすいように鉛筆でチェックしますけどこの角を基準にしてつぶしながら端をこの後ろ側の真ん中近くまで持ってきます。 反対側も角を基準にして挟みながらつぶして後ろ側の真ん中で合わせてこのように両方を合わせたらそれをホチキスで止めます。 次に正面側のここにも角があるんですけどこの角を潰しながらこちら側は横に小さくずらしますこちら側も潰しながら横側に小さくずらして この位置で、ホチキスで留めます。反対側も同じように留めます。中の形を整えて、これで兜の部分の完成です。 次に顔の部分を折ります色のついた面を内側にして折り紙を四角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角を中心に向けて折ります この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。開いて裏返してこちら側も同じように折ります。この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。これを開いて上から開いて このように正方形に折り替えます。下の紙を上にめくりながら、内側の折り筋に合わせて、ひし形に折っていきます。次に、下側の先を根元から真横に、このように開きます。反対側も、 同じように真横に開きます。これを裏返して、この折り筋に合わせて、真ん中に合わせて折ったら、反対側も同じように、一度真ん中に合わせて折ります。次に、この部分を折りながら、この、こちら側の先は、 根元からこのようにつぶします。反対側も折って、上側の先を根元から三角形につぶします。裏返して、この部分の先を下に閉じたら、上下ひっくり返して、真ん中の線で、 半分に折ります次にこの部分をこの横線に合わせて折ります折ったものを開いてこの部分を今ついた折り筋に合わせて折りますこれも開いたらこの折り筋のところで両側を折り直して 中割り折りにします。この状態で、下の角からだいたい1センチのところに印をつけます。これに顔を書きます。この印を基準にして、横に伸ばすように線を引いて口を書きます。 次に真ん中の線から斜め横に線を伸ばしてその線を基準に鋭い目を描きます黒目を。 真ん中よりに描きます。黄色いペンで顔の部分を塗りつぶします。細いペンで目と口を描き込みます。次にこの部分をこの斜めの線に合わせて折ります。 反対側も同じように折ります。次に、この折り筋のところに、小さく両面テープを貼って、中割り折りに貼り付けたら、はみ出した三角を内側に折り込みます。次に、 この部分の先端を口の先端の方にくるように曲げております。この部分をホチキスで留めます。反対側も同じように顎の先端に合わせた位置でホチキスで留めます。 上の先端を下いっぱいまで中割り折りにします軽く形を直して顔の部分は完成です顔の両側の端に小さく両面テープを貼ります それに、かぶとをかぶせます。真ん中を意識しながら、左右の位置と深さを合わせて、この位置で、貼り付けます。 さらに、その上から、ホツキスで留めます。位置を確認して、調整しながら、こちら側も同じように、留めます。次に、トサカの部分を折ります。黄色い小さい折り紙を三角に半分に折ります。 これを縦にしてさらに半分に折ります開いて右側を下に向けて下の角を上に向けて折り返しますこれを開いて下の角を今ついた折り筋に合わせて折りますそしてこの部分の紙をこのように 下に折ります。この状態で、さらにこの先端を根元から小さく斜めに折ります。開いて、この部分の先端を、ハサミを使って、切り込みを入れます。 軽く広げてからこのさ坂の部分に模様を描きます端に直線を引いたらその中を黄色で塗りつぶしますこれを一度開いてこの内側に 両面テープを貼って、閉じ直します。そしてハサミで切った側を、このように開いて、ここにも、両面テープを貼ります。裏紙を剥がして、この部分の先端は小さく斜めに折り返します。 これに兜の正面から真ん中を合わせて貼り付けます。余分な部分の紙は内側に折り込みます。形を直して、これで頭の部分は完成です。 次に体の部分を折ります。横にして、この部分を真ん中の線に合わせて折ります。開いて、反対側も同じように折ります。これを開いたら、下側を真ん中の線に合わせて折ります。さらに下側を真ん中の線に合わせて折って、これを開いて、 一番下を下から二番目の線に合わせて折り直します。上下ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。真ん中の線に合わせて折って、それをさらに半分に折って、開いて、下から二番目の折り筋に合わせて折り返します。これをもう一つ折ります。 そして、それぞれを、この折り筋2個分のところずつ重ね合わせて、この位置で、ホチキスで留めます。こちら側も留めます。さらにこちらも折り筋2本分で重ね合わせて、 両側をホチキスで留めます。次に肩の部分を折ります。横にしたら、この部分を真ん中の線に合わせて折ります。ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。 これを縦にしたらこの部分をこの横線に合わせて折りますさらにこの部分を横線に合わせて半分に折ったら開いてこの部分をこの一番上側の横線に合わせて折りますこちら側も同じように折ります真横に折 それをさらに半分に折って開いてこの部分をこの折り筋に合わせて折ります次にこの真ん中の線で下側に折ったらこの部分をこの部分をこの折り筋に合わせて折ります次にこの真ん中の線で下側に折ったらこの部分を 斜めの線に合わせて、このように中割り折りにします。こちら側も同じように中割り折りに折ります。そして、この先端を軽く下側に中割り折りにしながら、こちら側の先をこのように重ね合わせて、 ここをホチキスで止めます。これで肩の部分は完成です。次に腕の部分を折ります。右上の三角を立てて中を広げて正方形に潰します。反対側の三角も立てて正方形に潰します。こちら側の三角は横に開いておいてこの部分の正方形をひし形に折ります。 ちょいひっくり返して、こちらの正方形もひし形に折ります。これを裏返して、この上の角を下に閉じます。裏返して横にしたら、このひし形の真ん中のところの幅で、下の紙を 上に向けて折ります。戻して、中の紙だけ折り直します。横にして、こちら側も同じように折ります。ひし形の真ん中の幅で折って戻して、中の紙だけ折り直します。次にこの部分を真ん中の線に合わせて、細く折ります。反対側も同じように折ります。 次に、この部分を、この真ん中の横線に合わせて上に折ります。さらにこの部分を、真ん中の横線に合わせて折ります。これは開いて、上下ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。さらに下側を真ん中の線に合わせて折って、開いて、この部分で先端を下に折って、 で折ったものをさらに上に折り返します。この状態で真ん中で半分につぶしながら折ります。そして先ほどの肩の部分と。 先端をかぶせて重ねます。この位置でホチキスで留めます。これを同じものをもう一つ作ります。両面テープをこの正面側に貼ります。 もう一枚の方もこの三角の部分に両面テープを貼ってこれを体のこの上の部分と位置を合わせて貼り付けます。反対側も位置を合わせて 貼り付けます次に体のハサミの部分を折ります小さいグレーの二層船を裏返してこの角を上に反対側の角も内側に折ります次にこの部分の角を小さく内側に折ります ひくり返してこちら側の角も同じように折ります。これのこの部分に両面テープを貼って裏紙を剥がしてこのまま閉じます。これを全部で 4枚作ります。そのうちの2枚は、この部分をこの線に合わせて折ります。こちら側も、この部分をこの線に合わせて折ります。もう2枚は、左右対称になるように反対側に折り筋をつけます。 折ったこの三角に小さく両面テープを貼ります。四箇所とも両面テープを貼ったら、これをまず体の腕の脇のすぐ下のところに、 位置を合わせて貼り付けます。反対側も同じように脇の下にハサミを貼り付けます。もう少し下の部分はこの横線に合わせてもう1枚を貼ります。 最後の一枚もこの横線の折り筋に合わせて貼り付けます次に下半身を折ります裏返して下と上を合わせて半分に折りますこの部分を この斜めの線に合わせて折ります。これを開いて、この部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。ひっくり返して反対側も同じように折ります。斜めの線に合わせて折って、開いて、この部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。 これを内側から開いてこの部分を開かないようにホチキスで留めますこちら側も同じように留めますこれを真ん中で半分に折ります次に、 もう一枚を取り出したら、下と上を合わせて半分に折ります。さらに真ん中で半分に折って、この三角同士を左右重ね合わせて、この先端部分をホチキスで留めます。これを一枚目に、 このように重ね合わせてこの位置でホチキスで両側から止めます同じものを もう一つ作ります。これを、この三角同士を、先端同士を、このように重ね合わせて、この位置でホチキスで留めます。裏返して、こちら側も、先端同士を同じように合わせて、この位置でホチキスで留めます。 これでももの部分は完成です。次にすねの部分を折ります。右上の三角を立てて、中を広げて正方形につぶします。反対側の三角も立てて、正方形につぶしたら、こちらの先を横に開きます。そして、この上の正方形をひし形に折ります。 これを横にして下側を真ん中の線に合わせて折ります。ひっくり返してこちら側も同じように折ります。これを裏返してこの部分を真ん中の線に合わせて折ります。折ったらさらにここを下に合わせて折り返します。 これを開いて、今度はこちら側も同じように折ります。真ん中の線に合わせて折って、折ったものを折り返して、戻して、両側から折りながら、このように段にして、真ん中で半分に折ります。 同じものをもう一つ折ります。次に股の部分を折ります。三角を立てて、中を広げて正方形につぶします。すべての三角を同じように正方形につぶします。この正方形の袋を上にめくりながらひし形に折ります。 すべての正方形をひし形に折りますこれを 裏返して、下と上を合わせて半分に折ります。次に、この部分の先を手前側に両方とも折ります。そして、こちらの先を、ここに斜めの線があるんですが、斜めの線を基準にして、 この位置で内側に折り筋をつけます。これを戻したらまずこの先端の部分にすねを挟み込んでこの挟んだ状態でホチキスで留めます反対側も先端に すねの先を挟み込んで、ホチキスで止めます。さらに、この部分をホチキスで止めて、この余分な部分を奥側に曲げます。 これの上からももの部分をかぶせます。そしてももの正面のところにこの部分を合わせて正面のところでホチキスで留めます。 これで下半身は完成です。これに上半身を上から差し込みます。ハサミの根元いっぱいまで差し込んだら、この状態でまた下から ホッチキスで止めます。裏返して、後ろ側もホッチキスで止めます。次に首の部分を折ります。この部分を斜めで半分に折ったら、この三角を立てて、中を広げて正方形に潰します。裏返して、 こちらの三角も正方形に潰します。これを真ん中でさらに半分に折って、この部分で下側に折り返します。裏返して、こちら側も同じように折り返します。 さらにこの部分を内側に向けて軽く曲げておきますここに頭の先端を挟み込みます位置を合わせて挟み込んだらホチキスで留めます さらに長めの両面テープをこの正面側に貼ります。それを体の上から差し込んで位置に注意しながら正面から押さえます。 これで切り刻んの完成です。